キーワードは楽しくしなやかに果てるまで。お互いしなやかに果てるまで一緒にやっていきましょう。簡単に昨日から昨日まで24時間何やってるか教えてください。はい、ですね、昨日は朝早く起きまして、一部のメンバー朝、東京から来まして、で10時46分の阿武急電車でなんと車内演奏会やりました。で柳川に11時14分着いて、で2回目の車内演奏会11時27分発福島行きで、11時58分に福島行き着きました。でその後、私たちの横浜シンフォニックオーケストラが2時半から4時半までリハーサルをやりまして、今度は6時から本公演、たくさんのお客様を迎えて県立音楽堂で演奏会やって、8時半で撤収したと。今度丸森までちょっとチェックインの時間があったので、本当はアブキューと会いたかったんですけど、私車運転してここに行って、でその後、夜はちょっと皆さんでお疲れ様ということで、お酒を丸森の美味しいお酒をいただいて、まあちょっと夜中までちょっとやってたんですけど、わずかな睡眠時間で朝起きまして、今、何時か10時からですね、9時からリハーサルとセッティングをやって10時から2公演やって今終わったところです。11時半ですね今。はい、そんな感じです。最後の公演というのはどんな公演だったんですか？あ、今日のですか。はい、今日のね、2回目は、2歳から5歳対象にですね、奏者5人で、その場でプログラムを決めないで、もう子供たちの様子見ながらこれやろうかこれやろうかっていうんですよね。スペシャルな企画でした。はい、昨日のね、はい、電車、はい、なんでアブキューを、まあ、アブキューの社長さんの丸森の会長だってこともあるんだけども、はいはい、何がやりたかった？そうですね、子供の興味のあるものをつなげてやったらすごい相乗効果が出るんではないかと思いまして、もう電車と音楽をつなげてしまいました。でそれができるのはアブキューしかないと思いまして、影の声では、はい、車掌さんのマイクで話したかったんじゃないかっていう。あ、それももちろんあります。鉄道マニア、僕も鉄道大好きなんですよ。阿武急はね、憧れの電車でした。しかし飛行機や電車やね、はい、飛行機何回ぐらい乗ってるんですか？そうですね、1年大体200回前後乗ってますね。それで、はい、何がってみんな聞かれるでしょ、はい、なぜそんなに動くの？なんか やはり動くといろんな出会いもありますし、いろんな経験も自分にインプットできるので、できる限り動いていきたいと思います。